どうもさんは、おくチャンネルだー。今回なんですけども、ロト7第547回当選結果見ていきたいと思います。で、はい、今回なんですけども、ロト7ですね、もう非常にキャリーオーバーがでかいというところで、まあ非常に今、勢い的にはね、一番ある宝くじじゃないと思っているんですけども、まあとはいえ、やはり難しいもんだし、まあ当てたい気持ちはわかるんだけど、なかなか当たらないよね。なんて方は、ぜひね、私解説動画出しておりますので、ぜひ見ていただきたいんですけども、まあ、もう一応僕これ買った状態ですし、まあ、あとはもう結果見るだけだよねというところなので、まあ、逃げも隠れもしたところで、当たってなかったりしても、結局は、まあ、あと見るだけなんです。なので、まあ、なんかね、結構こう、渋い予想した方とか、なんか見るのはちょっとこう、じれったいねって思って、なんか、いや、明日にしようとか、なんかいい日にしよう、みたいな感じで思う方もいらっしゃると思うんですけど、実際もう、決まったものは変わらないので、まあ、そのあたり、まあ、潔く受け入れていくのが一番いいのかなと思っております。では、早速ですね、当選結果見ていきたいと、おい!即戦金!はい、行きましょう。第547回のロト7当選番号、気になるところでございます。見ていきたいと思います。それが、こちらでございます。はい、4、11、14、18、23、25、29、そしてボーナス数字17、32でございます。で、一応今回出現の方としましては、1、10、10、10、20、20、20。そして奇数、偶数割合で言うと、偶数、奇数、偶数、偶数、奇数、奇数、奇数ということで、まあ、偶数、奇数に関しましては奇数が強めなので、まあまあ、ベーシックではあると。で、出現の方なんですけども、まあ、これ、ちょっと面白いですよね。30番台完全ジャンプしたというところで、まあ、10の桁が3つ、そして20の桁が3つ、みたいなね、これなんかちょっと流れ戻ってきてないかという感じはしております。はい。で、さらになんですけども、一応私解説で出させていただいたものをテキストとして使っていたらどうだったのか、そこを見ていきたいんですが、こちらでございます。はい、まず全開催分のね、トップ5、列ごとに見たトップ5よく出てるよーっていう数字、この表を使っていたとしたら、まず列ごとに1個ずつ抜いた場合なんですけども、4、11、18、23、29、そして、が4等取れてるという状況でございます。で、まあ、列無視して、とりあえずこの表だけで使ったらどうだったの ?4、11、18、23、29、そしてボーナス数字32、17ってことは同じく4等でしかないということですね。つまり、今回このテキストの場合だったら、まあ、4等は取れましたよという感じだというところでございます。で、さらにこちら。はい、出現が少ないアンダーファイブなんですけども、今回ここ何の問題もなしということで、まあとりわけ難しいものが出たわけじゃなかったということがわかると。で、さらにこちらトレンド、つまり最近の10回分なんですが、ここのテキスト使っていたらどうだったの4、14、11、18、23、25ということで3等ね、列ごとにね1個ずつ抜いてったら3等取れましたよというテキストだったと。じゃあ全体像、列無視したらどうだったの ?4、11、14、18、23、25、29ということで、1等を狙えるんですよと。つまり、1等を狙えということは、2等もあり得るし、3等もあり得るということなので、かなり今回、まあ、明らかにわかりやすく言うと、トレンドの傾向だったんじゃないかというところが読み解けるわけですよね。で、さらに変化法なんですが、こちら。で、変化法でありましたら、4、11、14、18、23、29、そしてボーナス17ということで2等取れる。つまり今回、トレンドと変化法、この2つを基軸に使っていた場合、とんでもない奇跡が起きているんだよ、皆様に、そして自分にもというところでございます。では参りましょう。私、あ、ちなみに今回ね、なんかわからないですけど、イライラしていたのもあったので、ちょっと、買い足しております。はい。本来ね、やらないんですけどね。普段やらないんですけど、今回だけちょっとやってみよっかっていうところでやっております。では見ましょう。私、まずは、エリア購入法、網強という買い方で買っている、出ないだろうねという削除数字。こちらの当選結果を見ていきたいと思います。当選結果は、こちら!おっ!これは、いい感じということで。はい、ありがとうございます。いい感じです。
一応これが、まあ、僕37個という数字を、ひとまず、まあ、10個は買わない数字整えようね、というふうにやっておりますので、まあ、それが、ボーナス数字一つだけ32個だけだったよというところで、今回いいんじゃないという感じはしております。では参りましょう。私、エリア購入法、網強で購入した、本命数字、当選結果は、こちら！バカー！いや、バカなの？ちょっと惜しくない？特に、A と B、惜しいよね。ここでボーナス数字響くんだっていう、ちょっとやりきれん感じはしますけども。はい。では参りましょう。私、なんかわかりませんが、今回イライラしたことによって、なんかわかんないけど、カチャだっていうね、感じでございます。では参りましょう。私の追加分、当選結果は、こちら！はい、行きましょう。反省会ですね。ただの反省会でございます。はい。で、まず一応ちょっと現状を見ておきたいので、変化法の、資料を出しておきます。こちらでございます。はい。一応これが今の流れで、ようやくね、ちょっと前まで親って書いてたの、新、ね、新しいに変えましたよ。変えました。はい。で、それ見ていくとなんですが、まあ、ひとまずなんですけど、まずこの超直近、4回分で見るとなんですが、まあ、同じもの3回出たねということで、珍しいなーっていうのが11番ですね。で、さらに、次が18番。これも、まあ、3回出てるということでございましたので、まあ、結構珍しい感じではあったなというところでございます。で、他に関しましては、まあ、正直別にって感じですよね。そんなにまあ、よくも出ているし、まあ、なんか、隣り合わせっていう理論とか同じやつ出るよねっていうところで見ると、まあ、例えば29は3回前のものとよく同じもの出ているし、で、他で言うと14なんかもそうですよね。超直近で言ったら、まあ、直近数字出たなーっていうところですね。はい。なのでまあ、決して難しいわけじゃないっていうのは、まあ、見え隠れするかなというところでございます。そしてこちら。はい。一応これ今回の僕の買い目で、ちょっと珍しくパソコン持ちさせていただいて、上が、まあ、従来の買い方、下が、まあ、なんか、もともとね、これ、イライラしたって言いましたけども、これ、もともと下に間違って上の数字全部入れてたんですよ。で、なんか、まあ、うわ、間違ってるやんと思って、消そうかなと思ったんですけど、うわ、これもなんかの縁だと思って、もしかしたらワンチャン今回、削除数字結構成功していた場合、当たるんじゃないかというところで、2つ買ったんですよ。間違いをね、間違いを買ったっていう感じなんですけど、全然取れんやんっていう。しかも今回、削除数字結構成功してたわけじゃないですか。いい感じだったのに、なんでなの？っていうところなので、まあこれも現実的に、まあいわゆる散ったってやつですよね。散っちゃったなーみたいな感じだったので、これでなんかちょっと一個、反省点をね、言わせていただくとなんですけど、思ったのは、もうちょっと例えば下ね、まあ買うと決めた以上は買うんですが、まあ例えば上のベースをいじった方が良かったなっていうふうに思ったんですよ。なんでそのまま行ったんだろうなって。しかもこの下の買い方って、ちょっと要は幅広にしたらどうなるだろうっていう実験的に作ってた表に間違って打ち込んじゃったんですよね。やっちゃったなって思ったんですけど、まあ、当たるとき当たったらすごい太いんですけど、当たんないとき当たんないっていうところなので、だから結構ロト6なんかで言うと結構こう、まあ上に並べる数字はまあ自分で決めるんだけども、下で買う数字っていうのはランダムに作り込んでいるっていうのがまあ今ちょっとハマってるので、もしかしたらそっちにした方が良かったのかなっていう反省点もあるんですよ。そういう経緯もあって買ったって、まあ別に別にイライラしたからって、じゃあね、その3、4000円捨てるみたいな感じでバッ使っちゃったっていうわけじゃなくて、まあちょっと実験も兼ねてというところでございます。はい。で、今回の僕の削除は、数字の、提案してた部分なんですが、こちら。はい。で、一応これ、今回から前回数字もちゃんとここに、表記させていただいておりますが、前回数字で2つあったと。で、削除しにくい番号っていうのは0だということなので、まあ、やっぱり前回、直前回の1個前の番号から1個出るよねっていう説結構あるんですよ。で、一時は結構ボーナス数字がよく出ていた節はあったんですけど、まあ今はちょっと変わっているんだというところと削除しにくい番号っていうのが、まあ要は超常例
の奴らで、まあ、その1列目にもいるし、2列目にもいるよ、みたいな、両方の列にいるんだぜ、よく出てる数字としてっていうところは、まあ結構これ、今現状は優秀だっていうのがわかる。で、さらにこの下見ていくとなんですけども、まあ削除見込みとしてトップ5だったら、まあ、14と25の2つあって、トレンドだったら14と32の2つあって、で、トレンド3回以上の出現だったら18個あって、変化法の削除番号見込みが5だけだったというところでございますから、まあ、ここだから、結局総合してみると、単純論で言いますとなんですが、トップ5トレンド、トレンドの3回以上と削除見込み、この、4つを足すとなんですが、17個ですね。17個あった中で、残念賞を引いている、パターンが結構あったりするんで、まあ、そこをちょっと見直していくために、まあ、解説の時にもお伝えしましたけども、例えば、1やめますと思ったら、じゃあ11、21、31なんかももう一緒にまとめてやめるっていうことをすると、今回まあ削除数字は良かったなという雰囲気はあるかなっていうところですね。はい。まあひとまずね、まあまあロジックだけでもちろん当たらないし、運も必要なんだけども、まあじゃあ運を強めるためにどうしたらいいんだってなってくると、まあもうそれは分からないですよね。分からないところなので、悩みどころであります。はい。で、今回ですね、ロト7。ちょっとね、最近本当に当たらなくなって辛いなぁと思っているんですけど、まあ、逆にロト6の方が当たり出しているので、まあそっち、まあいいか悪いか、その結果論で言うと当たってる方がいいので、僕はでも個人的にはロト7の方が好きではあるんですよね。なんか夢もあるし、まあ難易度で言うと母数が少ないっていうのもあるので、あとなんか一つなんだなぁと思ってるんですけど、なんか足りてないよね、自分にっていう風なところなんですよね。だからそれが量なのか、買い方なのか、それはちょっと今自分自身分かっていないところあるので、そこは辛いなぁと思っているんですよね。なので、まぁ、ちょっと、頑張るしかないよね。っていうところでございます。はい、では皆様、来週のロト7でお会いいたしましょう。ご視聴いただきましてありがとうございました。企画戦金